福友寺より、予援症状入り口上海予援タビュー症状、古墳有限講師は、上海証券取引所の上場企業である。中国上海市港北の予援症状を建設、経営管理していて、新珠等の宝石、飲食、医薬、百貨、食品などの販売、不動産、輸出入貿易、金融投資などを行っている企業である。予援症状は、もともと、 余園飽きない場といい一企業で管理をしておらず、行政機関において商店を管理していた。1980年代初め、行政により余園飽きない場の名前を踏襲することを決定し、その中の百家業を一緒に統合して国有企業とした。1987年、国有企業の株式制への移行改革の波が起きて、 余援アキナい場は、上海市の商業界の初の株式会社として、許可された。1988年、余援アキナい場の株券は、上海証券取引所に登録され、中国の初の株式上場会社となった。1992年、余援アキナい場は、経営管理、経営を統合し、上海余援旅優勝場古墳有原講師を、創設し、新会社は、 旧会社に代わって、上海証券取引所に上場した。2002年、民営企業のまた星グループが、筆頭株主となり、予言症状は民営企業となった。ありがとうございます。